天真爛漫、純真無垢で良かれと思って大失敗、澄ました顔してボケかます、弾ける笑顔にめげない性格、その名は世界の眞子さま。大胆な上に大雑把な主婦、眞子さま大活躍のコーナーです。大胆で大雑把ってもうほとんどめちゃくちゃじゃない細かいところだからさ。さあ今日の眞子さま、世田谷区のタカ、ヤクルトにマジックがついたなというと、あら景品景品と言った眞子さま。野球の話だよ、昔あったよね、ついにマジックついたよ、あら大変よ、マジックがなかなか落ちなくてってそっちの方がいいかな。いやそんな横浜市のドローゲーム、野球中継を見ていた眞子さまは、今年は9回までで延長がなくてハラハラさせるからお腹すくったらありゃしないね、これで太ったら日本野球機構のせいよねと言って冷凍ピラフを解凍して食べていました。山梨県のそらし堂、私が眞子さまに、なんか今月のお小遣い微妙に減ってるんだけどと言うと、あのね、世の中は変化してるの、首相も変わったでしょ、これが新しい資本主義よと鼻高々で言ってました。先言っちゃったの、先ね。横浜市のビビンバ、夕食の時、今年は1年遅れでオリンピックをやったから11日のスポーツの日が移動になったのに、カレンダーが祝日マークのままだから3連休と勘違いしてる人がいるんだって、笑っちゃうよなと言うと、えと言って慌ててどこかにメールしていた眞子さま。そう、明日は祝日じゃないです。そうなんだね。岩手県のヒデ、知人と俺と眞子さまで会話していた時のこと、知人に向かって眞子さまが、ねえねえ、あなたはモナリザ？その変なツッコミ質問に知人は、え？鈴木だけどと真面目に答えると、やだ、何言ってんの？違うよ、わよ。モナリザだったのか、ファイザーだったのかって話、モデルナだろう。面白いね。面白かったね。横浜市のアゴスク、眞子さまが、ねえねえ、私帰ってからあくびしたかな？そんな知らねえよ。しかも聞きたいのはうがいじゃないのか。帰ってからうがいしたのかなって聞こうと思ったのか。板橋区の毎日がデンジャラス、朝オムレツを作っている途中で、あっと叫んだ眞子さまは、テーブルに出すとき、ごめん、絶対に卵の殻が入ってるからね、よく噛んで食べてね、でもほらカルシウムだからね、絶対入ってるから、なんだそれ、なんだその言い訳。山梨県のそらし堂、些細なことがきっかけで大喧嘩になってしまい、眞子さまが、あなたもね、たまには一人で反省するといいわ、荷物をまとめたから私はね、実家に帰りますと玄関先で啖呵を切ったので、私が、本当にそれでいいんだな、後悔しないんだなと言うと、後悔なんかしないわよ、うんと出て行こうとするので、本当にいいのか、おい、手に持ってるのは手荷物じゃなくてゴミ袋だぞ。山梨県の金がねえぜ、うちの眞子さまが息子に、この間のテストどうだったのと聞くと、うん、まあと答えにくそうにしていたので、お昼のカツ丼を出しながら、すっかり喋っちゃいなさいよ、すっきりするからと言っていました。カツ丼出しながら昔の取締役部屋ね。板橋区の笑う角には落とし穴、眞子さまが、どうこの金のリング素敵でしょうと自慢していた指輪を艶出しクロスで磨いていると、金色から鉛色になり、え？メッキ？これメッキ？と呟いて、歯茎を出したまま固まりました。歯茎を出したの？どんな顔なんだよ。メッキ、キ？どんな顔なんだよ。気になる。千葉市のヘレンマ城。本当に本当に本当に仕事で3日間帰りが遅くなった次の日の朝、眞子さまと顔を合わせると、あら、お久しぶり。最近顔を見せてくれないのね。お前はどこのママさんだよ。
練馬区のオータムキング。朝の散歩をしているとき、ああ、金木犀のいい香り。でもどうせなら、銀杏の実が落ちる時期と重なったら、トイレと同じで便利なのにね、と言った眞子さま。銀杏の実の落ちる匂いは何の匂いなんだ。トイレの匂いなのか。千葉市のヘレンマ城。眞子さまが商店街の八百屋さんに行きました。一本一万円の国産の松茸での前で立ち止まり、うわー立派、違う違う違う、金額よ金額と頬を真っ赤にして言い訳していました。違う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 、金額金額、言い訳しなきゃいいよこれ好きだね。マコ様が八百屋さんに行きました。一本一万円の国産の松茸の前で立ち止まり、うわぁ立派、あ違う違う、金額よ金額、頬ばっかりした。あと気になる歯茎気になっちゃいますよね。あれそうなんだよ。どんな顔したんだ、歌舞伎を出したの。孫様、どうこの金のリング素敵でしょと自慢していた指輪を艶出しクロスで磨いていると金色から生焼き色になり、えメッキーと呟いて歯茎を出したまま固まりました。メッキー最後に惹かれましたね。歯茎を出してどんな顔なんだ。以上以上、二先二先、モナリザはいいですか。モナリザいい ね、あれうまかったよ ね、うん、あなたモナリザ、いや私鈴木だけど。何言ってんのよ。そうじゃなくて、打ったのはモナリザそれともファイザー、モデルナだよ。はい、以上3作品、はい、優秀作品には可愛いデザインの福之助をプレゼント。